歩きすぎると身体に疲労が残り免疫機能が低下し、かえって病気になりやすい体になってしまうため、1日に歩く歩数は8000歩程度が良いとされている。本を読む子供は言葉や数字の理解力や記憶力、論理的思考力や判断力などが鍛えられるため、読書量が多い子供は学力が高い傾向にあることが分かっている。山芋を食べると、山芋は糖質の代謝に不可欠なビタミン B1 も豊富で、腸内環境を整える食物繊維や疲労物質を代謝するアミノ酸のアルギニンも多いため、これらの栄養素の働きにより疲労を回復してスタミナを補給、胃腸の働きも活発になり、滋養競争、夏バテ予防にも効果があるとされる。寝る前に筋トレをすると交感神経が活発になりやすいため寝つきが悪くなり、睡眠の質が落ちたりする。また睡眠中に筋肉がうまく修復されず、翌日に疲労が残りやすくなる。腕立て伏せをすると大胸筋、小胸筋など胸を支える筋肉を鍛えられるため、バストアップに効果が期待できる。つま先立ちをするとふくらはぎの筋肉が鍛えられ、全身特に下半身の血流が良くなる。ふくらはぎの筋肉が収縮、弛緩してポンプのように静脈内の血液を送り流すことで、正常に血液を心臓に戻すことができる。血流が良くなると代謝も促進されるため、足がむくみにくくなる効果が期待できる。またお腹にも力が入るため腹筋にも効果的である。腹筋を鍛えることによりお腹周りの筋肉が大腸を刺激し、便秘の改善につながる。